ん、今戻ったわ。お、ノアルか。ちょうどお前に頼みたいことが。やっほー、シアン、久しぶり。お久しぶりです、シアンさん。元気してた？おお、お前たちか。久しぶりじゃないか。しかも見慣れない顔もずいぶん増えて大所帯になったじゃないか。はじめましてですわ。よろしく。我が名は名実、次元を超えし狂気の魔術師だ。ずいぶん個性的なメンツだな。それよりもだ、どうだこの工場は。元通りになっただろ。元通りというよりも前より立派になった気がするです。つい頑張りすぎてな。ま、これもノワールのおかげだ。ノワールもなんかしたの？別に私は何もしてないわよ。そう照れんなって。お前が護衛役を買ってくれたおかげで資材の調達が楽にできたんだ。この辺の連中みんな感謝してるんだぜ。たったそれだけのことよ。大したことじゃないわ。と、いくら褒めてもずっとこの調子なんだ。私の話はもういいでしょ。ところで、さっき何か言いかけてたけど、それは…ああ、そうだ。博覧会用の武器なんだが、今の素材じゃどうもフレームの強度が足りないんだ。また？何回目よ。それは十分わかってるって。けどこればっかりは妥協できないんだ。なになに、もしかしてシアン絶賛お困りなうって感じ？ああ、この武器の最大出力に耐えられる高度の素材がどうしても必要なんだ。なら私たちが探してくるです。頼めるのか？他にすることもないしね。それに私たちとしてはまだシアンとの協力関係は続いてるつもりなのよ。お前ら、そういうことだから、どこでその素材が取れるか教えてくれない？シアンのことだからそれくらいは調べがついてるんでしょ？おう、もちろんだ。なんかこうやって素材集めてダンジョンに来るのって久しぶりだね。最近はそれどころじゃなかったですしね。アイちゃんともここに似た洞窟で出会ったんですよね。あの時はまさか女神様を巻き込んだ世界を救う旅になるなんて思ってもみなかったわ。今じゃ女神様を4人も加えた謎の最強パーティーだもんね。私もびっくりだよ。私としてはあんたが女神だっていうのが一番びっくりしたけどね。アイちゃんひどっ。それで目的のモンスターはどのあたりにいるの？これまたお約束通りこの洞窟の一番奥にいるらしいわ。変なところにいるよりも見つけやすくていいではない？そうですわ。見つけやすいことに越したことはありませんわ。私がこの間遊んだゲームなんてダンジョンの奥ではなく、なぜか脇道にボスがいたせいで1時間くらい探し回りましたもん。そんな苦労現実でまでしたくありませんわ。さすがベール様、こんな時でもゲームが例えなんですね。まさにゲーム脳ね。ここかな？あ、それともここかな？おーい、モンスター出てこーい。相変わらずあなたはいつも元気ね。
疲れないの？あれ、そういえば前はすぐにバテた気がするのに、なんで全然疲れてないんだろう。さすがにあれだけ冒険したり走ったりすれば嫌でも体力がつくわよ。私も全然平気です。すぐ疲れたって泣き言を言ってたくせに、今じゃ少しは女神らしくなったじゃない。ふふん、私たちは戦いを積み重ねて日々進化しているんだもんね。ノワールの知ってる私と一味も二味も違う。じゃあ私たちはここで休憩してるから、素材はあなたに任せたわ。ノワールさん、なんかとんでもない勘違いをしてはいないですかね。一味も二味も違うんでしょ。ならそのくらい余裕でしょう。まさか私がノワールに言い任されるなんて。アイちゃん、ちょっとこちらに来てくださいな。ベール様、どうしたんですか？これ、人工物のようですけど、一体何か…これは…みんな、ちょっとこっちに来て。アイちゃん、どうしたの？そんな大きな声あげて。これを見て。どこかで見たことがあるような。私は悩むまでもなく覚えてないんだな、これが。あのね、けど覚えていなくて当然かも。どういうことです？これプラネテューヌで鍵のかけらのあった部屋に置かれていた台座と同じものよ。確かに言われてみればそんな気がするです。ちょうどここに不自然なくぼみがあるでしょ。形は違うけど、ネプコが持ってる鍵のかけらと同じものがはまっていたはずよ。けど今はそれがない。マジコンヌが持ち去ったのね。アイちゃん、いつくらいに持ってかれたのかわかる？さすがにそこまではわからないわ。パッと見た感じ、最近ではないわね。そっか、最近だったらマジコンヌが来てる証拠になると思ったんだけどな。それは残念だったけど、今は先を急ぎましょう。過ぎたことよりシアンから頼まれたものの方が先決よ。これが例のモンスターね。やはり硬そうですわね。相手が硬くったって数はこっちが上よ。まとめてかかればどうってことないわ。そう言われるとまるで悪役のようで、ちょっと気が引けますわね。あとはあなたに任せるわ。私もパス。ネプネプがパスするなら私もパスです。ってなると私もパスね。アイちゃんがパスするのでしたら、もちろん私もパスですわ。悪く思うなよ、助手。これも運命石の扉の選択だ。ちょっとあなたたち、てか助手って言うな。まあ冗談はさておき、正直なところ長引くのも面倒だから、みんなで一気に行くよ。よし、勝負だよ。さてどうしようかしら。浮かせよ、毒の刃よ。私の番だな。そこそこ、
得ろ。魂のエコールガン、私のターン。そう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 、ボンだ。ボッコボコにしてやんよ。エド、何するのよ。エコー行った。私の前に立ちふさがるなら誰だって切り捨てるのみよ。今日はやっぱノワールの言う通り、みんなでボコると楽勝だね。私そこまでひどく言ってないんだけど。あれ、そうだっけ。あなたね、前から思ってたんだけど、私に恨みでもあるわけ。全力で笑い取りに組としては、使えるものは使える性分でして。って、ノワールさん怒ってないわよ。ただ、無性にあなたの口に生ナスをねじ込みたいと思ってるだけだから安心して。いやいやいや、それ冗談じゃないからやめて。あの二人は相変わらず騒がしいわね。コンパ、鉱石は取れた？はいです。このくらいあればきっとシアンさんも喜んでくれるはずです。